フッカリチウムはリチウムとフッ素からなる無機化合物である。素成式はリフと表される。水にわずかに溶けリチウムイオンとフッカモノイオンに電離する。紫外線に対する透過率が最も高い物質であり特殊な目的の光学材料として用いられガンマ線や中性子線を測る熱ルミネッセンス、線量計などに用いられる。また、 バンドギャップが大きいため電気抵抗が非常に高い。鉱物として産出するものは、グリスイシと呼ばれ、地球上に一箇所しか産出しない希少なものである。同位元素のリチウム7を多く含むフッカリチウムは、液状フッカモノ原子炉に用いるフッカ、モノジオ混合物の基本的な構成物質となる。典型的には、フッカリチウムとフッカベリリウムの混合物から機材と、 なる溶液を作り、トリウムとウランの復化物を添加する。復活リチウムは、例外的な科学的安定性を持ち、リフ、リフに混合物は、融点が低く、原子炉用の復化物塩の組み合わせとして、最適な獲得性を得られる。クリストランリミテッド、A マニュファクチャラーオブインフラレッドウルトラバイオレットオプティックス。2005年9月15日閲覧。 ありがとうございます。